どうも、皆さんこんにちは、天太郎さんです。今回からは何をするの？世界を端から端まで歩きます。それめっちゃ大変じゃね？大丈夫ですよ。プレイステーション3版の世界の広さはたったの地図1個分ですから。じゃあ余裕じゃね？まあ正直言って余裕なので、いろいろやって伸ばそうかなと。動画内でそういうこと言うのは良くないぞ。正直プレイステーション3版のマイクラで遊びたいだけです。でもせっかく世界の端から端までが冒険できる大きさなら、冒険したいでしょ。まあ、そうだね。ワールドの名前決めですがセンスのかけらもないのでカット。世界を生成します。にしても、なんで今さらプレイステーション3なんだ？そりゃあプレイステーション3が好きだからに決まってるでしょ。なんで？そりゃあもちろんクロスメディアバーとかが好きだからですよ。確か前回もこのくだりあったのでカット。お、ザ・マインクラフト的な画面。そりゃあマインクラフトだからね。まあまずインベントリ内にある地図を見ます。なんで最初から地図あるの？そんなの知らん。だいぶ原点から離れてますね。とりあえず原点目指します。あ、村だ。村に対しては何も言わないのかよ。プレイステーション3については言うのに。あ、村人、話しかけよ。そこは反応してて安心した。すごい独特な UI だったな。とりあえず殴る。怖い。とりあえず一旦村から離れて、気を切ります。まあマイクラの基本だよね。正直気を切ってるシーンはつまらないのでカット。とりあえず1個分切った。クラフトします。編集疲れたし深夜なんで編集サボっていいですか？あんま編集者都合言うな、そして寝ろ。とりあえず作業台と棒作りました。基本ですね。ないとマイクラできないみたいなレベルの基本セットだな。とりあえずツルハシとシャベル作りました。ついでにクワと斧も、再利用するために作業台を壊します。あ、トロフィーを獲得したな。でもなんかすごい時間差があったな。とりあえず原点座標行きます。ほぼ登山なのでカット。いや結構大事なところなんだからカットするなよ。カットしまくった方が意外と動画的にはいいんですよ。ということでカット。橋内で倍速します。結構いろんなバイオームがあって楽しいですからね。なんで？世界の広さが狭いからです。理由はわかりません。意味がわからないことにファイルが分かれてました。そのせいで少し編集が大変になったので普通にやらかしですね。着きました。ここが原点ですね。穴を掘ります。今のアイテム吸収面白かったな。だね、バグかな？まあバグだったとしてもプレイステーション3版だからもう修正されないけど、とりあえずこっから家を作りますが、建築センスがないのにめっちゃ時間かけてやるので大幅カットしまくる編集になると思います。すいません。まず石掘ります。たくさん石を使う予定なので石のツルハシを作ります。ついでに剣も作ります。あと焼いた石使うのでかまど。ってことで大量に作業を始めます。ベッドを作って仮拠点にします。もうこれが拠点でよくね？この時間をゴミにするような発言は置いておいて、作業します。さすがに長いんでカットします。できました、家。めっちゃコメントしにくい家だな。おっと足が滑った。頑張ったんですけど建築センスのなさが露呈してる家ですね。もう次回家変えようかな。ということでこんな長い動画を最後まで見てくれたあなた。ご視聴、ありがとうございました。ちなみにこの家次回壊します。